アインザッツグルッペン裁判の際のバルデマール・クリンゲルヘーファー・バルデマール・クリンゲルヘーファーは、ナチスドイツの親衛隊の将校。アインザッツグルッペンの指揮官の一人、最終階級は、親衛隊少佐、ロシア帝国のモスクワに生まれる。一家でドイツへ帰国し、カッセルの学校で学んだ。第一次世界大戦後、オペラ歌手として働いていた。1920年代には、義勇軍の ロスバッハに所属している。1930年6月1日に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。1933年2月に新英隊に入隊した。1937年にカッセルの SD に配属される。1941年から1943年にかけてはアインザッツグルッペン B やその霊下の部隊で勤務した。 アインザッツグルッペンビーレ例ーカのフォルコマンドモスクワの指揮官にもなっている。その後、ベルリンの国家保安本部法局で勤務した。戦後、ニュルンベルク継続裁判の一つ、アインザッツグルッペン裁判にかけられた。裁判によると彼はゲットーから逃れた30人のユダヤ人をスモレンスク近くのタタルスクで殺害したという。1948年4月10日に公式判決を受けた。 しかし、終身刑に減刑され、さらに1956年12月12日には、恩赦を受けて、ランツベルク刑務所から出所した。その後は、フィリンゲン・シュベ人間で暮らした。ありがとうございます。